はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎根沙耶です。本日は、電波測定のお仕事で、茨城県潮来まで来てます。こちらは潮来の道の駅の、風景でございます。どうもありがとうございました。